どうもソルティビリアスです、本日はですね、もう皆さん、僕の息子を嘘です、アラスナ指導くんに来ていただきました、これね、もう指導くんとはちょっとご縁がありまして、知り合ってからは1年ぐらい経つんだよね。で、最近、初めてラウンドさせていただいて、今回ね、僕がとあるイベントに参加させていただくということで関西に来ますよと言ったら、ちょっとね、日程合わせてくれてね、で、ラウンドさせていただいております。そしてここは有馬カンツリークラブ、指導くんのホームコースなんでね。さあ、指導くんなんですけど、なんでじゃあ一緒に回らせていただいてるかと言いますとですね、もう彼とんでもない経歴の持ち主でございまして、ちょっと自己紹介できる、はい、大きい声で、はい、いける、お願いします。プロアスリート所属のアラスナ指導です。今年は COC で今年は優勝しました。であとアメリカでパインハットを120人の中で、4位になりました。おすごい。まあ、とにかくあの COC って、まあ、COC 世界選手権ですか、はい、で、9歳の部で世界一になったんだよね、はい、だからつまりこの世界中の9歳でゴルフをしている全ての子供の中で一番強いわけですよ。そうでしょそういうことだよね今ね、間違いないから大丈夫です、自信持ってということでね、この世界一の9歳を相手に僕はちょっとショートホール2ホール対決させていただきたいと。しかもね、もうゴリゴリ、大人に有利な一番後ろのティーからやらせていただきたいと思ってますんで、いいですか、それでよろしくお願いします。早速やっていきましょうか。はい、はい、ということで、こちらちょっとよろしいでしょうか。164ヤンドのパー3なんですけど、打ち下ろしで、156ヤードぐらいですね、実質。でも指導くんさ、ドライバーで大体いつもどんぐらい？180から190ぐらい。だから結構僕らの感覚で言うと多分230、40のショートみたいな感覚になると思います。じゃあちょっと先打っていただきましょうか。すいません、ありがとうございます。ブッキーがすごく僕がお世話になってまして、今回連れてきていただきました。いや、とんでもないですよ。よろしくお願いします。今日、世界一見てください。シークレットベースナイン、お願いいたします。シークレットベースナイン、刺繍、なかったです。アイズリールだったね。ないね、これね。ありがとう、シールね。刺繍でお困りの方はぜひ、お願いください。さあ、それ何番で打つの？3番ウッド。星2つ。4つか。おお、いや、ベタピンさあベタピンです、指導さん。すいません、シャー、それはシャーよナイスちょっとじゃあ勝てるぜ、続いて私いいです、勝てるぜ。いや、それはすごいわ。ベタピンやね。もう一回ゆっくり当たる変わんなかったこれはやっちゃん、プレッシャーだね。プレッシャーですね。ちょっと9番でいきます。9番本気出して、さっきちょっとプロの試合、ツアー、レギュラーツアーの試合見させていただいたんで、なんか自分もちょっと飛ぶ気になってるんで、9番でいきます。堀川みくみくんね。堀川みくみさん。ナイス。あ、ちょっと手前か。左手前、でも悪くないよ。ミヤピン、シド君の勝ちだ。まあそれはまずね、いいよ。でもゴルフはさ、カップに入れるのが早い人が勝ちだからね。ちょっと一応
今日僕の取ったか。いやいや、僕らは大丈夫よ。え、大丈夫ですか、うんね、八王子を代表するトップアーマー。いやいや、これね、僕取られてると、チーしか出ないから。チーしか出ない。あ、じゃあ、じゃあ、はい、今日は僕なんで。ちょっと攻めるからね、これ。はい、8番で。じゃあ、9番でしょ。じゃあ、はい、もうカメラ止まってるんで。じゃあ、9番でしょ。はい、9番です。俺、8番で。8でいきますか。一応ちゃんとね、これ収めとかないとね。やめ。あ、セーフセーフセーフ。まあね、今日撮ってた？あかんて。パパ、パパも出た。いや、僕は。世界一を育てた指導パパ。このいわゆる、うまいジュニアというか、そういう人の親父がどんだけのプレッシャーでどんだけのゴルフをするかちょっとそうですね、はい、知りたいっすよ。絶対にまあチヤホヤされるじゃないですか。はいはいはい。その後の親父のプレッシャーっていうのは死んでしまいたいぐらいなんですよ。もうどんどん見るわ。あーちょっといない。いつものいつものチーピン。大体世の中の親父はこんなもんだと思って。いやでもね、朝一人でバーディー取っててすごかったんですよ。いや、ちょっと指導君に、インタビューさせてくれよ。後ろ座ってさ。じゃあちょっと、なんだろうな、じゃあ得意クラブはアプローチとドライバー。アプローチとドライバー、あ、いいね。じゃあ飛ばすの7番アイアン。もう全部だね、ほとんどね。パターはパターンも得意。もうじゃあ全部って言えば全部って言った方がいいよ。得意クラブ、今度からさ、得意クラブはって聞かれたら全部って言いな。それでちょっと俺と約束して、そうやっていい。はい、じゃあ全部、指導くんの得意クラブ全部ですね。聞いてるか、全国のジュニアゴルファーたちって今度から言ってね。結構ジュニアゴルファーたちはね、バッチバチだって聞くんで。で、仲良くやってんの、同世代と。あ、そうなんだ。でもこれからずっと一緒にゴルフやってくんだもんね。いいライバルがこういて素晴らしいですよね。ということで早速着きまして、これだからね。やばいね。これ乗ってないのに嫌がらせしたでしょ。いやー近いよ。やっぱさ、やっぱこういうところが俺スター性だと思うんだよね。すごいよ。ナイス。スプーン。俺も結構良かったんだけど。そっか、パパのプレッシャーを。いやうまいじゃないですか。ナイス。おっす。ブッキーや、取られ慣れてる。パパさんの中に入れてたの？うん、パパさん近いですよ。近い。ブッキー、一番外。さあ、ちょっとパパさん、一番近いんで、カメラやっていただいてもいいですか？はい。俺の方がまだ遠いから、これから行きますよ。俺はかなりね、指導くんとの対決的には重要なバーディーパットになったんで、結構切れそうだな。6メーターぐらいだと思います、バーディーパット。今日雨降っててちょっと重いと思うんで、しっかり打ちたいなと思います。
顔いいね何ズバリ見た指導ちゃん何もこれが YouTuber なのよ指導ちゃんやっちゃおうかバーディパット分けて分けて分けちゃおうよニホール対決だからねニホール対決よー素晴らしいいやーそれはナイスナイスバーディー。いい戦いでした。いや、これはいい。さすが持ってるよ。タコ行きますよ。6メーター。タコキャラね。タコキャラ。OK。OK。ナイスボギー。さあ、バーディーバーディーか。来てるね。押してるよね。ナイスうまいじゃんうまいしうわこれこうやってパパもあれですよ全国のジュニアゴルファーの親御さんになんかそれなりにうまくないとダメですよみたいな感じ出してるよ喧嘩売ってる、ね、喧嘩売ってるいいですねいやナイスバーディーよナイスバーディーありがとうございますさあということでちょっと次のねショートホールでまた撮りましょうかはいまだ決着ついてないからねナイスバディナイスすぎるよありがとうございましたおっやべパパもパー取ったよさあ17番パー3190ヤードさっきバーディーバーディーで僕ら分けてますんでナイスバーディーだったね、はい、持ってんじゃないですか、まあ、僕も持ってたんですけどということでね190ヤードもうこれはさすがに圧倒的に僕有利でしょこれドライバー実測183ぐらいでしただから本当にドライバーでもうトータルの距離って感じだよねこれは俺ちょっともらったわやってみましょうはいじゃあどうですこれ言うてね、全然僕らも、ね、アマチュアゴルファーに180ヤードのショートなんてねやらせちゃいけないわけなんですよ、ここは6番でいきますえ、ピッチングですね。あ、これ58で持ってたのかな。しっかり6番アイアン。ちょっと緊張しちゃった。チャンス。これチャンスだね。指導チャンスです。いいスイングだね。それめっちゃいいよ正直あーまあ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 ちょっとね届かないまあまあまあ俺も届いてないんだけどねなんだね俺なんかフェアウェイギリギリだったからさあ例によってね、ふくらはぎにカブトムシを飼っているブッキーが見てくださいこれあ寄せて寄せて寄せてますよ燻製卵燻製卵燻玉です色と光り方がおかしいんですよ。カブトムシって言われてます。5番やん。
イスカットだけどな、ちょっと切りすぎたか。まあ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 、まあまあまあ、ここはね、パパさんが乗せますから。パパさん、パパさんが、パパさん、まさかね、ここ一人だけ乗せちゃうなんてことはないでしょう、さすがに。今回もあの、キニアゴルファーの親父は決してうまくないっていうのを見せますね。いや、大きな誤解なんで、本当に。いや、かなりそれ、もう、さっきは裏切ってますからね、その発言を。さあ、行きましょう。いつも乗ってる、いつも言わない、またいつも乗ってる。でもさ、さっきもティーショットはミスってんのよ。そう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 、あ、からのナイスパーだからね。あそこからが、からのだからね、からがジュニアゴルファーのお父さん。お父さんはこんなプレッシャーと戦ってる。お父さんは別に昔からジュニアからやってたわけじゃないですよね。あ、全然全然、はい、もうあのそんな力変わらないです。そうなんだ、はい、それでもすごいですね。びっきりのチーム、キレッキレのチーム、持ち玉。なんでお父さんがその指導君を育てたかっていうのを聞きたいですよね。いや、聞きたいですけどね。ちょっとそれはまた、なぜゴルフだったかね。特集、まあ、特集組み合わせ、特集組み合わせ。さあ、ということでね、指導君、なんかさ、海外はじゃあいろんなところ行ってるんだね、試合ね。イエス。あ、じゃあ英語も勉強して。イエス。イエス。あ、じゃあもう結構こう言ってることちょっとわかるぐらいになってんだ。イエス。イエスだね。ね、あのセントアンドリュース回ってます。そうだ、セントアンドリュース行ったらね、イエス。それめちゃめちゃすごいよ。どうだった、セントアンドリュース。グリーンがもう壁でした、うん、グリーンが壁、こんなんでも、あ、砲台で、あ、なるほどね、傾斜が、グリーンの中が砲台みたいな。あ、なるほど、すごいんだ、はい、そうだよね。いや、セントアンドリュース行った見てみたい、みんな全ゴルファーの夢だと思うよ、うん、それを9歳で、あ、パパ、OB? え、あ、下まで行っちゃったんだ、コロコロして、カート道下って行っちゃったんだ。そうか、じゃあパパ、はい、パパちょっと、はい、見て、パパ見たい。すごく、行け、頑張れ。さあ、いいですか、OK、出ちゃうからね。さあ、ちょっとオーガスタ、オーガスタなんで行ったの、なんでさ、オーガスタが、オーガスタに試合とかあったわけじゃないでしょ。え、センターの、あー、でもセンターの、センターの、これね、これおじいちゃんだ。センターのリュースは、コットさんっていう人が、センターのリュースのメンバーさんで、そう、そのスコットさんが、なんかあれなんだ、仲良くしてくれた。はじめは、普通のおっちゃんかと思って、えげつないおっちゃん、えげつないおっちゃんか、えげつないおっちゃんか。38ヤード、58度で38度。感じ出していきます、はい、ちょっと奥行った、ちょっと厚く入っちゃった、ちょっと厚く入っちゃった。これありがとうございます。頑張れ、ちょっと奥行ってるっしょ、ちょっと奥だよね、ちょっとどころじゃないじゃん。いやでもこれも難しい、これもうかなり分かるかな、どう表現して、あ、こうこうこう、こんな感じ。すごいね、すごい、これセントアンドリュースみたいな放題じゃないこれ。上から撮ってくよ、これがグリーン、これがグリーンだったんだね。サンドウェッジ56、
い。いや、うまい。ちょいよく。いやでもナイス。19ヤード。安塩40。安の58度。これね、ペナルティだね。ペナルティです。うまい。あー、惜しい。さあ、して大事な局面なんで、すいません。集中してやめる。いやあ、こっちか、指導ちゃん。やべえ。やべえ。入れないと。よし、またこれ6メーターぐらいよ。でもさっきのこれ入れてるから。YouTube のね、YouTuber 魂のね。YouTuber 魂で。プロフェッショナルアマチュアゴルファー、俺も世界唯一の男なんで。はい。いや、スーパーパット。そういうとこね。これね、数々のこういうことを続けて世界一になってるからね。よーし、あー、ナイス。スパ、いやー、すいません、やりました。乾杯です。ありがとうございます。いやー、ということでですね、指導くんと、ショートホール2ホール対決させていただきました。いや、本当ありがとう。また大会ね、今後もあると思いますけど、皆さんぜひ応援してあげてください。アラスナ指導くんです。荒いに砂に武士の師道。かっこいいね。武士の士って侍でしょ。11って書いてあるやつでしょ。神神神侍でしょ。すごいかっこいいね。ということで、もう今もうね、こんなにたくさん、ちょっとあっちでスポンサーさんご紹介しておこうよ。ナイスナイスだよ。さあ、ちょっとさらっとね、ちょっと寄せていただいて、はい、まず、大阪中之島デンタルクリニックさん、はい、吉祥吉グループ吉祥吉グループ赤木会長のところです。あ、赤木会長のはい、あ、じゃあこちらもそうだ。はい、赤木会長、神戸ビーフ、はい、ダイヤ、はい、赤木会長ので、こっちが小泉さんって言って、うん、ルアナケア、ルアナケアで、いつも僕はこいちゃんじゃあこれ、そしてこちらクリアスカイ、クリアスカイ、はい、なんかいっぱいあるね。ということでね、まだまだ募集してるんでしょ、スポンサーさん。いや、スポンサーさん募集してますって言っていいんですか。スポンサーさんも、募集。スポンサーさん、スポンサー様。スポンサーさんは募集して。ああ、ナイス。もうこれ絶対100社ぐらい来ちゃうかも、これ。大丈夫かな。インスタと、いろいろ載せておきますんで、ぜひね、概要欄からシロ君応援したいよって方はね、連絡してあげてください。はい、
ということで、まだまだもうこれからね、ゴルフたくさんこう試合とか大変だと思うけど、頑張ってください。またあの世界一とか引っ提げて安ゴルも遊びに来てください。イエス。イエス。ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。多いじゃん。ナイス。全部言えたじゃん。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。